この曲はあの海外のプロデューサーチームのステレオタイプスのあのデモだったんですけど、初めて聴いた時からもう人聞き惚れというか、もう本当に心を奪われて、いつか絶対やりたいなと思ってて、でもなかなか音数が少なかったりして、日本のリスナーの方にはあんま微妙なのかなとか思ったりもしたんですけど、でもなんか言葉の並べ方だったり、その韻の踏み方だったり、そういうちょっと遊びを散りばめたら多分これキャッチにできるなっていうちょっと自信があって、なのでちょっとどうにかこれトライしたいなということで、ちょっと歌詞書かせてくださいって言って、あのこのデモもらってでトライしたんですけども、なんか自分の中ではやっぱりかなりその耳障りというか、それを意識しながら作ったので、割とその聞き心地のいいというかキャッチーな感じになったんじゃないのかななんて自分の中では思っていて、でなんか最初あのスエと2人で作り始めてたんですけど、スエあの真ん中がぼっこり開いてたので、これラップだなと思って、スエ一緒にやりたいねということで、でスエと作り始めてたんですけど、もっと華やかにしたいなと思って、女性ボーカルここに入ったらいいよねみたいな感じの話から、クリちゃんにちょっとお願いしてみようかみたいな、でクリちゃんにあのお願いしてみると快く引き受けてくれて、でクリちゃんの声が入ったことによって、本当にやっぱあの曲がまた色とりどりにもう鮮やかにカラフルになって生まれ変わって、よりキャッチーになったので、あいい感じに3人が混ざり合って、うん、ちょっと音数は少ないんだけど、もう音として言葉をあの並べたので、だから結構聞き心地はいい感じになったかなって自分でも思ってて、ミュージックビデオもだから楽しい感じに、うん、パーティーチューンじゃないですけど、ちょっとオールドスクールも感じられる振りも、オールドスクールな振りだったり、セットのイメージもちょっと自分の中でテーマがちょっとワイルドスタイル2016じゃないですけど、はい、あのオールドスクールをちょっとフューチャー版にして、いい感じに華やかになったと思います。はい。